デュエルマスターズの動画ですが、本日は私、シモが担当したいと思います。シモカワチャンネル。皆さんこんにちは。シモカワチャンネルのシモです。皆さん、少し前にこちらのガチャやったんですけれども、覚えていますでしょうか？まあ、私が中身を見て、当たったよと、カワさんに報告して、いざカワさんが開封したところ、フェアリーライフの CS プロモと GP プロモを見間違えていたという、まあ、そんな飛んだ動画が出来上がってしまったわけでございます。という、こちらのガチャを、私、シモ、リベンジして参りました。ということで、本日の当たり一覧は、まあ、嘘と盗みのエンターテイナー、こちらが今回の大当たりでございます。私がね、GP で惜しくも逃してしまったものですね。そして、まあ、オリジャとか、メガスとかの CS プロモ。そして、こちら、フェアリーライフの GP プロモでございますよ。これらがね、大当たりということになっております。そして、今回皆さん、なんと、売り切れまで買ってきましたということで、まあ、売り切れまで買ったんで、何かしら当たってるんじゃないかなと思います。で、今回こちら、1回3000円のものを4回やってきたので、1万2000円分です。で、これがラストワンでした。なので、まあ、ラストワンは一応最後に開けようかな。では、まず1パック目から開封していきましょう。これが GP or CS プロも1枚とベリー以上1枚入りということになっております。では、早速、見ていきましょう。1枚目、こちら！おーい！一発目から、こちら、先日のプレリュード。まあ、GP のロゴじゃないんで、これは CS プロもでございます。そして、これが、あー、なるほどね。ジョジョドマキシマム。まあ、これがベリーレアですね。前回と同じく外れということで。まあ、続いていきましょう。まあ、今回、売り切れまでいってるんで、ワンチャンあるんじゃないかな。じゃあ、こっちか。見ていきたいと思います。それでは行きましょう。こちら！おーい！出た。カワさんめちゃ引く恋侍でございますね。そして続いて、ここが CSGP 枠でございます。プロを頼みますよ。こちら！おー、なるほど。これもよく見ましたよ。メメントモリ神宮。こちらね、CS プロモでございます。これもね、前回出ました。いや、一回3000円厳しくないっすか？厳しいでしょ。じゃあ、いよいよ3パック目、もうこれで9000円分ですよ。では、見ていきたいと思います。3パック目の中身、こちら！おい、カツキングマックス。では、続いていきましょう。こちら！あー、出たー！メメントモリ神宮。こちら、先ほどと同じく CS プロモでございます。まあまあまあ、今回はね、売り切れまで買ったんで、ガチャには特にラストワンとか書いてないんですけど、まあ、ここまで立て続けに外れだと、さすがになんか当たってんじゃないかなと思います。では、期待を込めて開けていきましょう。ラスト1パック、こちら！おー、グロティシインカーンのね、これツインインパクトでございます。では、ラスト1枚、頼むから当たっててくれ！頼むから当たってくれ！前回の合わせたら2万4000円分、お願いします！こちら！おー、サイバーチューンの GP プロモでございます。こちらね、GP の参加賞のプロモでございますね。もっ本日はカードラボオタロード本店さんにありますデュエルマスターズ GP or CS プロモ確定ガチャ1回3000円のもの売り切れにしてきた結果こんな感じでございました。まあ、ちょっと遠征と比べたらまあ弱いんだろうなーって感じですね。まあ、前回と合わせて2万4000円とかしました。どこかにまだ遠征が眠ってるってことなんじゃないかなと思いますので、勇気がある方はぜひ私の次にやってみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。またねー。